皆さん、グッドモーニング。本日は出張先でのモーニングルーティンをご紹介していきます。最後まで見ていってください。まず朝起きると生きていることに感謝をします。今日も一日生きてる。ガッツポーズ。そして早速朝日を浴びに行きます。目の前がマンションでお向かいさんと目が合ってしまったようです。そして次に水分補給を行います。人は寝ている間に何兆リットルも汗をかくと言われているんです。そして出張でバキバキになった体をほぐしていきます。昨日の夜に来ていたメールや朝来ている連絡に対して返信を行います。なんとふてぶてしい態度なんでしょう。朝からやってられるかという心境です。そして完全に覚醒するために朝はシャワーを浴びます。全身です。おやおや、アラサーの恥ずかしがり屋社畜がいるようですね。次にヒゲ剃りだ。ヒゲを剃っていく。そして次に鼻毛も剃っていく。そして仕上げは眉毛だ。眉毛も剃っていく。そして自分で持ってきた風力の強いドライヤーで髪の毛を乾かしていく。ご覧いただけただろうか。なんとドライヤーに体を振り回されているのだこの男。そして化粧水を顔に塗布していく。今や美容も男子は必ずすべきものになっている。おっと、ここで術式展開破壊札だ。見せない。そして今からビジネスホテルの醍醐味バイキングに向かうとする。そのためパジャマは NG。 スーツに着替えて出陣準備をしているところだ。今日もいい感じのスタイル、このホテルはスリッパも NG のためしっかりとビジネスシューズに履き替えていく。ちなみにホテルによっては朝食にスリッパ、パジャマが OK なところもある。それではいざ出陣。ご覧ください、色とりどりの茶色の食材たちがたくさんいます。どこを見渡しても基本茶色です。和田氏が選んだのはご飯に味噌汁、そしてプリプリのウィンナーに卵焼き、そして唐揚げに何かの和え物、そして何かの和え物に漬物、私選びました。そして飲み物は牛乳にブドウジュース。それでは早速朝食バイキングいただきます。前日は私出張の移動で忙しくですね、朝昼夜すべて食べることができませんでした。のたれ死にそうになっていた私をこのホテルの方はなんと手を差し伸べてくれたのです。それではまず味噌汁から飲んでみたいと思います。うまい。ちなみに久しぶりに味噌汁を飲みました。ウインナーにライス、最強の組み合わせになります。美味しすぎて箸が止まりません。そして卵焼きももう何ヶ月と食べておりません。唐揚げも美味しい。喉を詰まらせそうになりながらもさらに詰まらしていくサウダー。ちなみにホテルのバイキングはだいたい朝8時半ほどで終了してしまう。なので寝ぼすけの方はバイキングを食べることができない。また緊急事態宣言が発令されていた時はバイキングは基本ありませんでした。あとバイキングってついつい取りすぎてしまいますよね。ポン吉も実はついつい多く取ってしまいがちなんです、バイキング。そのため過去にここに泊まったことあるのですが、同じバイキングでこの
メニューを2周しました。そしてその後バスで5時間移動あったんですけども、お腹が痛くなりすぎて本当に死ぬかと思いました。社会的に死ぬかと思いました。あの時の苦しみは多分人生で一番でした。今でも覚えてます。高速バスって最初にパーキングエリアに停まると、あとは基本停まらないんです。なおかつトイレがついていない高速バスも多いため、僕はですね死にかけました。サンズの川ってこんな川なんだっていうぐらいにサンズの川もはっきりと見えたんです。イルカショーをやっていました。サンズの川、前日何も食べていない男のこの朝食の食べっぷりいかがでしょうか。顔が映ってないのですが、急いで食べたためにお米粒がですね今顔に600粒ほどついている状況です。誰か取って お米誰。そしてヨーグルトを食べていく。今回はしっかりと学習し、先ほどのバイキングも1周のみで終えました。さあ残すところこのバイキング、このヨーグルトのみ、そろそろ終了の時間となります。そして最後にホットコーヒーではなくカルピスを飲む。カルピスで決めることができる男、それが社畜ポン吉だ。カルピス美味しい。バイキングを食べようやく部屋に戻ってきた。早速豚は寝転ぶ。こういったことができるのもホテルのいいところだ。まるでモンスターハンターに出てくるガノトトスのようだ。ご覧いただけただろうか。これが社畜の闇だ。そしてしっかりと現実に向き合うためにパソコンを開く。歯磨きをしながら朝の準備も進めていく。これは決して中二病ではなく、キャリーを持つことによって豆が悪化しているのだ。それでは商談までホテルで仕事をしていく。皆さん、限界社畜の出張モーニングルーティーンいかがだったでしょうか。ちなみにこの後、脂っこいものを食べ過ぎたせいで胃もたれになるのはまた別のお話。